ゆっくりアルジマンだぜ。ゆっくりドクターボンズだぜ。今回は武骨のアイアン焚き火台を紹介するぜ。要するに武骨のアイアン焚き火台を紹介するってことでいいんだな。間違いないぜ。この動画を見てわかることは次の6点だぜ。収納サイズと内容物、組み立て方法、基本仕様、良かった点、気になった点、アルジの所感、ジョイファクトリーについて。もう一回最初から頼むぜ。もう次に行くぜ。武骨と機能性を兼ね備えた男前の焚き火台なので、絶対買ってくるよな。まだ早いぜ。では今回もゆっくりしていってね。組み立てタイプの焚き火台で、収納サイズは実寸で 50×19.5×3.5cm、 重さは約 3kg になるぜ。プレステ4と大体一緒の重さなんだぜ。逆にややこしくなったぜ。ナイロン製の収納袋は大きめに作られているので、出し入れがやりやすいぜ。入れ出しでもいいですか？そこは止める権利はないぜ。パーツ一つ一つビニール袋で丁寧に梱包されていたぜ。やるやん。どういう立場なんだぜ。それは友達以上恋人未満なんだぜ。本体部分にあたるパーツ A が2つ。これが噂のパーツ A なんだぜ。ロストル部分になるパーツ C。これが伝説のパーツ C。サイド兼脚部になるパーツ B が2つ。腕2つが過ぎるので見分けがつかないぜ。一緒なんだよ。お前ちょっと黙ってろよ。専用五徳棒が4本。一瞬レアクロかと思ったぜ。0コンマ2秒も思わないぜ。あとは取扱説明書と収納ケースだぜ。およ。夢と希望が入ってないぜ。それはお前の心の中にちゃんと入ってるぜ。5つのパーツで構成されている焚き火台だけど、組み立てはとても簡単なんだぜ。めっちゃ簡単じゃねえかよ。まだなんだぜ。まずは A パーツと B パーツの切れ込み部分で差し込むぜ。もう完成したも同然だぜ。さすがにまだ早いぜ。差し込みにくいこともなく、スムーズにはめ込むことができるぜ。脚部のジョイの向きにも注意してほしいぜ。やっと全貌が見えてきたぜ。まだ見えないぜ。反対側にも B パーツを同様に差し込むぜ。はめにくいこともなく、スムーズにはめ込むことができるぜ。それはさっき俺が言ったぜ。次に A パーツを足の切れ込みに差し込むぜ。これを見てると、あれ思い出すぜ。思いつかねえなら喋らなくていいぜ。最後にロストルになる C パーツを置いて完成だぜ。いつになったら完成すんだよ。たった今したんだぜ。バラすときはこの穴から取り出すことができるぜ。はじめに言っとくよ。適切なタイミングで言ったぜ。4本ある専用五徳棒は A パーツのギザギザ部分に置けば OK なんだぜ。ギザギザハート。言わせねえぜ。料理をする際はこの4本の五徳棒を好みの位置に置いて料理することができるぜ。料理は誰が作ればいいんですか？それはおめえサイドで解決してほしいぜ。よくぞ言ってくれたぜ。できれば言いたくないぜ。ではここから基本的な仕様を説明するぜ。待ちくたびれて5増6が3増4分になっちまったぜ。それは素直に詫びるぜ。組み立てサイズは 44×21.5× 高さが 21.5cm、 44cm のワイド設計なので、大体の市販の薪はそのまま焚き火台に入れることができるぜ。薪が 45cm の場合はどうすればいいですか？てめえで考えてほしいぜ。板の厚みが約 2mm でかなり頑丈にできているぜ。え？それって鳩胸ってこと？どういう解釈なんだぜ。冒頭でも説明したが、重さは約 3kg とまあまあ重いので、徒歩キャンプ系は持ち運びが厳しいぜ。冒頭でドクターボンヌーが出てきた時は笑ったぜ。戻りすぎだぜ。耐荷重は約 10kg なので、薪をガンガンくべても OK だし、ダッチオーブンでの料理も問題ないぜ。料理との相性が抜群にいいんだぜ。まともなことを言われると逆に戸惑うぜ。底面から地面まで約 10cm あるので、このスペースでピザを焼いたりもできるぜ。デレン、ピザとピッツァの違いは何でしょう？今はそんなに重要じゃないぜ。アイアンスチールの焚き火台で耐熱塗装仕上げにより、武骨あふれるツヤ消しブラックとなっているぜ。ガンプラでも表面のツヤを消すことでかっこよく仕上がるよな。今は 2mm も関係ないぜ。ちなみに五徳はステンレス製になっているぜ。ちなみに俺の元気の源は酒とタバコと女だぜ。知ったこっちゃないぜ。生産国は安心安全のメイドインジャパン。デザインから製造塗装まで完全ワンストップの自社生産になるぜ。俺はミニストップのハロハロが毎年楽しみだぜ。よかったねー。この焚き火台は底面に吸気口、ロストルにも縦長の穴、
サイドのジョイとその下の三角形からも空気を送り込むことができ、燃焼効果はかなり良かったぜ。実際に一晩燃やし続けたが皮膚希望いらずで、鎮火後の灰も少なかったぜ。なんで下打ちなんだよ、お前どうかしてるぜ。使用後の変化も見ていくぜ。お前そんな趣味があったのかよ、めっちゃ引くぜ。国立の病院行ってこいよ。一晩だと大きな変化もなく、塗装剥がれも見当たらなかったぜ。次は顕微鏡を使ってもっと細かく見ていくぜ。そこまではしないぜ、お前の方がよっぽど引くぜ。このように焼け色も男らしく、使い込むほど味が出るぜ。するめかよ。もうそれでいいぜ。使用後はロストルを外して灰をサイドの三角穴から落とせば、後片付けも楽ちんだぜ。サイドでギャザッと漏れを防ぐあいつとは大違いだぜ。ジャンルが大違いだぜ。ここからは黒の個人的レビューをしていくぜ。生まれる前から気になってたぜ。大げさというよりただの嘘だぜ。購入する際の参考にしてくれたらありがたき幸せ。武将かよ。ソロなんだよそれ。まずは良かった点。もう言っちゃうのか。躊躇する理由がないぜ。スピーディーで簡単な組み立て方法、薪をカットせずそのままくべれる横長サイズ、バリもなく丁寧な作り。一発目は必ず蒸せるよな。ほっといてくれたぜ。燃焼効率の良さ聞いたことない蒸せ方なんだぜ。それは俺も右に同じだったぜ。移動式ごとくによる調理のしやすさ、無骨なデザインと色合い、急に入ってくんなよ。ずっしりとした重さで安定感がある。どんだけ蒸せんだよ、カットしろよ。使い込みによる色の変化を楽しめる。次に気になった点なんだけど、正直言うとそこまで気になるところがなかったんだぜ。だからあえて言うならスタンスで頼むぜ。ここ今回だけだぜ。なんでお前が照れてんだよ、気持ち悪いぜ。巻き床と五徳の距離が近いので、どうにかこうにかして五徳の高さ調整ができると敵なしだぜ。 A パーツ同士の間の隙間や吸気口から灰が落ちるという意見も聞くけど、今は焚き火シートを敷くのが主流なので、正直言ってそこまで気にならなかったぜ。爪の中に入った子羊ぐらい気になるぜ。どういう状況なんだぜ。お前には呆れっぱなしだぜ。こっちのセリフだぜ。ジョイファクトリーについて話していくぜ。急に仕切り出したぜ。ジョイファクトリーはものづくりの町として昔から栄えている。大阪府東大阪に鎮座するガレージブランドだぜ。鎮座って言うな。金属加工のプロフェッショナル集団で、製品は社内でデザインから製造塗装までワンストップで生産する完全なるメイドインジパンだぜ。いちいち小ボケを挟むなよ。アウトドアイベントにも積極的に出展されており、機能性の男らしいデザインで、これからもキャンパー心をギャザッとくすぐる商品を期待できるぜ。ギャザーから離れるんだぜ。ギャルザー心をキャパッとだっけ。お前には恐れおののくぜ。金属加工のスペシャリストだけあって、特に焚き火台のラインナップは銃のデザインと豪の耐久性を兼ね備えたブコッチャー好みの焚き火台が多いんだぜ。今更だけど、もう本番は始まっているのか。本当に今更だぜ。最後までご覧いただきありのがてえぜ。この動画を見てアイアン焚き火台黒の魅力が伝われば、感無の量だぜ。説明欄に黒とジョイファクトリーのホームページのリンクを貼っているので、絶対見てくれよな。そしてドクターボンヌーの各 SNS のリンクも貼っているので、絶対見てくれよな。チャンネル登録やフォローも絶対にしてほしいし、社畜なのでコメントの返事は遅くなるけど勘弁してくれよな。とにかく全員絶対にフォローを頼むぜ。全部言っていくスタイルなんだぜ。ある自慢のもついでに、あれやこれやぼちぼちよろしく頼むぜ。ないがしろにも程があるぜ。では次のキャンプでお会いしましょう。最後は一緒に。せーの。まったねー。お前も言えよ。